どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はハワイにいるんですけども、今回はこちら、ダブルツリーバイヒルトンということで、今回ね、こちらのホテルに3日間滞在するんですけども、今回は、ヒルトンバケーションズクラブっていう説明会にね、前回、動画を出しておりますんで、そちらで、いただいた無料宿泊券をね利用しにハワイに来たんですけども、今回はねそのホテルがどんな感じかっていうのをねレビューできたらなと思って動画を撮っております。今ねもう午後の4時過ぎておりますんで、チェックインできますので、チェックインねしていきたいと思います。それでは行きます。それではね、無事チェックインすることができました。今回は912ということで、ちょっとね先に荷物だけね一回入れたんですけども、これからね中の方を紹介していきたいと思います。それでは中に入りました。こんな感じの客室です。では入っていきます。テレビは LG ですね。まさかのプレステ3が置いてあります。あ、なんかねチェックインの際にこれをもらったんですよね。だからフリー DVD らしくて、なんか DVD でレンタルして見れるみたいですね。でそのための多分プレステ3ですね。でコーヒーマシンとグラスと氷のやつですね。でちょっと先ほど見たんですけども、残念ながらね景色は、奥に山が見えるぐらいで、まあ、一応ベランダには出れるようになっております。で客室がこんな感じです。いやこれ無料だったらこれすごいいいですよね。私もっと狭いかと思ってたんで、十分だと思いますね。であとこちらには特にクリーニングのバッグだけですね。金庫もないんですかね。あ、金庫はまだありますね。金庫あります。スリッパもないですね。あ、金庫ありましたね。でここになぜかタオルが置いてあるっていう感じですね。それではバスルームでーす。お、歯ブラシがついてる。歯ブラシがありますね。アメリカ系っていうか、アメリカに来て歯ブラシがついてるホテルは本当に相当久しぶりな気がしますね。アメニティはこんな感じでーす。で、これが石鹸ですね。あと、お風呂場はこんな感じで、まあ、シャワー1個ですね。で、バスタオル、フェイスタオルっていう感じですね。以上で設備は終了ですね。あと下にドライヤーが置いてあります。それではね、今回はこちらの部屋に3泊。今ちょっとベランダに出てきたんですけども、まあちょっとね、眺めはそんな大して良くないんですけども、まあいいですよね。こんな感じで、外の景色が楽しめながら。ここに3泊お世話になります。でもちろんここは無料、先ほども言ったかもしれないですけど、今回はねヒルトンバケーションクラブの説明会に参加することによって得たね宿泊券3日分で宿泊しておりますので、費用はね本当に0円で済みます。で余談なんですけど、このヒルトンバケーションクラブの3日間の宿泊券なんですけども、時期によってはですね、この私今これ9月の頭の方に来てるんですけども、なんか時期によっては、全くの無料じゃなくて、追加料金が1泊30ドルかかったりとか、そういうのはね繁忙期料金みたいな感じでかかるので、それだけ気をつけてくださいね。予約するときにねそれがかかりますみたいなことを言われるんで、まあ、ひとまずかかる
時とかからない時、まあ、それもね聞いてあのぜひねかからない時利用してみてはいかがでしょうか。ではここに3泊お世話になります。いや無料でハワイのホテル泊まれるんでしたら、リクマイラーでマイルを持っている方ぜひ来てみてはどうですか。もしくはこれからマイル貯めようという方、ハワイの3日間のね旅行がこれで可能になりますのでね、滞在費もかからなくおすすめとなっております。それではね、チェックアウトいたしました。今回は、ダブルツリーバイヒルトンワイキビーチに宿泊させていただきました。今回ね3日間滞在させていただいたんですけども、特にね不便が全然なかったですね。というのも、このホテルは、近くにねこの通りを行った先に、ABC マートと、向かいにね、交差点の向かいにはセブンイレブンがあったりとか、そのセブンイレブンの隣にコインランドリーがあったりとか、この道沿い歩いていくとすぐね ABC マートがあったりとかね、買い出し等々もね特に困らないということでしたので、まあ、私としてはちょっとねブイチからは遠いんですけども、ホテル内にねプールもありますんで、まあおすすめさせていただこうかなっていう感じですかね。で、2階のフロントにはね無料でもらえる、お水、朝方だけコーヒーがもらえたりとかね、電子レンジの設備もあります。先ほど言った通りコインランドリーはね、ホテル内にはありませんので、近くのコインランドリーを利用するみたいな形となります。それではね今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターやっておりますので、もしフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。